者つながりです、ね、あ、そっちつながり、はい、あ、役者さんなんですね。舞台とかもやってる。そうです、今度一緒に舞台をやるので。へえー、なるほど。普段はそのトレーニングとかされてる。結構、はい。へえー、すげえ、かっけえ。同じことをやり続けるっていうのも、その自分のやってることを高めていくことだと思うんだけども、例えばこう最近加藤がさ、レザー持ってんじゃん。でレザーを持つっていうのもやっぱり切り口としては一歩こう進んでると思う。で例えばレザーを例えばやめちゃってもいいと思うんですよ。やめちゃってもだってさ、手のこっちで切るとこっちで切ると全然違うじゃん。だけどこうやってやれば、あ、その長さに来るんだとか、ショートストロークすると結構カットラインで出るなとか、そういうのってこう感じるしかないから、 やらないと何もなんですよ。でその例えばさっき言った何年前と自分の仕上がりが同じだとしても、やり方がもう 180% 違うようにするためには道具を変えるっていうこともすごく重要で、どのくらいに切るかっていう、どのくらいに後ろが締まったショーです。で、フェースラインの毛はある程度残していきたいと思って。さっきこいつが邪魔です。すいません。すいませんね。後ろの毛をある程度残していきたい。まあ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 これですね。根本的にも短くても大丈夫かなっていう感じがしてるのが、あ、おもながじゃない人の方が短くしても大丈夫かな、いろいろ意見あるよね。おもながの人って、まあ、加藤とかを、まあ、この前カウンセリングの練習で言ったと思うんだけど、襟足の位置が5より上がった時に、それを受かる時に顎がこうピュッと出てきてしまって、どうしても顎が長く見える。で、逆に言えばこう丸顔の人はあんまり下がこうなくなっちゃうと縦長がなくなるので、より一層こう丸く見えるっていうのはあるんですけど、なんか襟足が結構素直で、骨格は純日本人なんで、あまりこう、言っちゃうとあんまりね、日本人ですから、そのこういう骨格じゃないですよ。だからカットでやっぱ締めてあげないとこれは締まらないです。ちょっと自分の中でも最近これも切り方を変えていって、まずイヤーツイヤーあたりである程度分けていただきましたらば、カリスマ美容師役っていうのがあったら僕出ますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、任せてください。トレーニングさせてもらっていいですか。体から作り直します。まずいきなりアウトライン切ります。カウントアップしてたね、喋ってたけど、いきなりアウトライン切ります。で、多分なんだけどね、多分なんだけど、こうやって切ってる人大体アウト。アウトだって見てないの、顎のラインとか絶対にこうだよね。絶対こうしたらアウトラインの長さを切ろうと思ったら、アウトラインに合わせようと思ったらこうでしょ。それからこうでしょ。いきなりこれはないでしょ。絶対ないですよ。吉井さんも言ってたけど多分そうだと思う。吉井さんが言ってたから多分本当だと思うんだけど、俺もそう思う。切ります。そしたら今これ地上部のちょっと下なんですけど、ちょうどこう骨の位置でいうとちょっと下ったあたりなんですけど、ここでまずオンペースに切ります。オンペース、オンペース、いろいろね、いろいろ考えていくと自分のカットの方向性っていうのが見えてくると思うんですよね。あ、なるほど、そりゃそうだよな、アウトライン切るのこれはねえよな。そうです。
これレイヤー入ったじゃないですか。表面を合わせるために持ち上げますね。まあここで一発切りしちゃってもいいんですよ。ここで一発切りしちゃってもいいんですけど、すいません、変化でした。ミュージカルみたいな感じですか。ミュージカルもまだやったことはないんですけど、僕あれ憧れますけど。あ、そうなんですか。はい、憧れます。やらないんですか。やりたいです。やりたいです。うん、クリスマス美容師役が来たら。ああ、わかりました。はい、お話ししておきます。君の髪もーみたいな感じで話してください。1ヶ月だけで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、いろんなことをね、人生やっていかないとね、もう1回しかないじゃないですか。そうです。やりたいことをやります。ありがとうございます。次です。次なんですけど、通常で言うとあのこういってこういったりとかするんですけど、だけどやっぱね、俺ねこれ結構コントロールできないですよね。なんかやってもコントロールできないんで、僕はですけど、もうちょっと広めにこう、わかるかな、今まではこう落としたんですけど、もうちょっとこう歯を広くしてこういう風に取るようにしました。まああんま変わんないっていうのは変わんないんですけど、 なぜこういう風にしたかっていうと、やっぱフロントに長さを残したいんですよ。今までこのシーオさんのカットでこういう風にやって失敗してるのって、このつながりがこう難しくなっちゃうんだよね、短くなっちゃうとかするので、少しこう引いて、こんな感じですか。これ逆に引いて短くする。そうじゃん。はい、よかった、はい、なんかすげえ役作りですって言われたらすげえ、はい、いきなり緊張しちゃう、で、ここでもうほぼもう一度決定されました。されましたです。そしたらそこに合わせて約2ブロックくらいで切っていけば、はい、こういう感じですね。今こういう感じですね。こういう感じで切ってます。こういうのっていうのはもう正解じゃなければ正解っていうのはないんで、難しい言葉だな今。正解じゃなければ正解っていうのはないんで、なんかまだ当たってるこの表現。カットは正解じゃないか、絶対不正解じゃんっていうやり方じゃなければ、正解っていうのはないので、このやり方で間違ってることはないと思う。フロントに流すと戻そうと思えば後ろに引くのが絶対正解なので、まあ、マッシュの切り方とかでもここにあり得るやり方だなと思いますけど、ただ自分の場合は縦切りとか斜め切りとかをあまりしないので、最終的に毛先をどうしても削る必要があるんですよ。でこれもちょっとこうチャレンジしていかなきゃいけないなと思ったんですけど、どうしても毛先を削る必要があるカットなので、この場合、思ったところよりも少し長めに切っておかないと割と短くなりやすいっていう欠点があって、どうしても。この辺になってくると結構斜め感が強くなってくるかな。髪の毛の丸みの感じで、頭の丸みの感じでね、色に引いてる感じが出てくるんですよね。20分ぐらいかかっちゃうのかな、このカットしてると。ダメだ、15分では切りたい。遅いのが一番いいな。上もっと切りますか。このまま、締まりの位置だけ見てください。で、
サイド一発目、この前下がりのラインを生かすようにある程度目視でこのラインと同じラインでこう取ります。分かる、横から見てて分かる、これ分かる、よし、これ前下がりだけじゃん。こっち篠崎さんの立ち位置にちょっと来てこの前下がり、この前下がりの角度とほぼ同じ角度でブロッキング、そんでノーテンションでこう切って、ノーテンションで自然にこう溶かした時に落ちてくる、こんぐらいですね。ちょっと長いな、まだしたら、力ひんなをで、そのままそっちへ、ここですね、ここへ、そっちへ、ここですね、ここへ、ここへ、ここで押さえるラインがあるけど、もうちょっと削るんだよ、ここを削るんだけども、まず一発で上も戻して、マスクで喋ってるの本当きついな。アルコ乗ってる時に喋ってるみたいな。フルフェイスで。関係ないですね。そうですね。フルフェイスは苦しいし、感覚ないですよね。わかんないですね。わかんないね。そうね。イメージしてください、イメージね、イメージします、はい、ちゃんと確認して、ちゃんと確認して、ほら、この角度に合わせた感じで、やっぱちゃんとベテランでもちゃんとこれは俺は慣れてるからいいな、絶対ダメなんだよ、この角度で取ってみてますね、自然に下ろした感じで、このテンションで、ここですね、これ、ここへ上げていって、左右の長さを確認します。その時に、こっちの方がヘビーサイドなんで、少し長くていいので、こう位置へこっちの方が若干長ければ正確、同じになってしまいました。はい、パドルの方を削ります。あんまりこうブロッキングですごく細かく取るとかいうのは僕あんまり気にしないんですけど、気にした方がいいでしょうかね、細かいところを見てるとね、もっとこう細かく取った方がいいこともあるかもしれない。エレベーションとか入れる場合には、あんまり気にしてないか、結局先を取ってしまうので、気にしてないのがいいですかね。ここです、ここの距離取ります。40垂直から45度ぐらい角度をつけた状態で、いらっしゃいませ、垂直から45度ぐらい角度をつけた状態にして、ここで指をちょっと上げます、ですね、ちょっとこう指上げます、これはまあ、今までセニングでやっときゃいいかなっていう感じがするんだけど、この後セニング入れるんだけど、その時にもここやっぱ一番取る場所で、やっぱり全くこう取ってない状態でセニングで取っていくのと、これ今の工程を入れて取っていくのとではもう全然ここはやっぱ違う感じが僕はしています。こ
っち若干もうちょっと削りますか、これちょっと長いと。少しこっちの方に色切りましたよっていう意思表示はあのお客様にはした方がいいかなと思いますね。で、ここですね。ここ45度。この子にちゃんと変えたくないのでセンターで合わせます。まずセンターで合わせます。上も全部前に一回下ろします。でこの時に、感じ的にはまっすぐじゃなくてちょっとこうなるはずですね。こういうふうにで、ちょっと動きを出したいので上に引き出します。後ろに引いて角を取る、後ろに引いて角を取る、後ろに引いて角を取る。こうやっていってもいいでしょうね。こうやってこの角に、なんでチョッピングしたの。チョッピングいらねえよ。なんかチョッピングしたくなるの最近。なんでか、ここも後ろに引きます。引っ張ってれば切れます。引っ張ってなければ切らない方がいいですね。特にあのメンズのマッシュ系のスタイルっていうのはトップの長さっていうのは結構任意で自分で決められるので、その人の髪質によってですね、あの短くした方が動きやすいのか長い方がまとまりいいのかっていうのはちょっとその判断になるので、でもこのくらい長さでトップこのくらい切ってもいいわけですよ。全然切っちゃっても別に全然いいわけ。ここからセリングいきます。何分、やばい、見せられない時間になっちゃいました。角を角、同じですね。角を角で切ります。角を角で切ります。で、これはもう取っちゃっていいですね。全然取っちゃって取っちゃっていいですね。そっか、ドライにして70でやっちゃった方が早いのか。その方がなんかいい気がしてきたな。自分の仕事を変えるために今度やってみよう。もうこれドライお願いしますって言っちゃえばいいんだもんね。あとは乾いてくれるねって、こんな感じの方がいい気がしてきた。ウェットで15、16分、買いすぎだな。ドライで全部セリングするんだったらウェットはせめて10分ぐらいで終わりにしたいかな。ちょっとこうもう一回止めますね、両院で。これも押さえたいんでこうですね、こうですね、こうですね、こういう形、こういう形ですね。
これも毛がこうしっかり下がらないとこうできないので、ダラダラしてるとこうなるんです。ダラダラしてるとこうなるから収まらないです。こっちがないと、こっちへ。楽できないんです。ちなみにあの清常さん、すごいあの、変な角度でカットをしていて、無理して膝半月板やっちゃって手術だった。もう膝が耐えられないんだって。仕事で半月板損傷だって。やっぱり40代後半ぐらいだけどいろいろあるよ。どうなると膝って言いました。膝って何回も利用してる。そう仕事でやってる。そうやっぱ座らないんですか。座らないですよね。あの徳田さんの椅子って上がるから座らないのね。あの人ね、突発性難聴とかもやってるんだよね。割と結構でもなんか難しいね。なんか難しいんですよ。神経細やかな人ほど細かいところに気がつくんで、うん、そっちの方がいいような気もするけど、それだとやっぱ体持たないでざっくりした人の方が結構良かったりとかすることもあるよね。難しいよね。役者さんとかでもどっちでも成功してるよね多分ね。なんかざっくりしてる人も成功してるし、はい、もう本当に役のことを考え尽くしてもう胃が痛くなるぐらい考えてる人も成功してると思うんで、どっちがいいかってなかなか難しいよね。加藤さん篠崎もです。加藤さん篠崎もですね、膝が痛いんでございますよね。ここはもっと軽くしたいので、これだと抜けないんだよね。これだとね、抜けないんですよ。ここ引っかかっちゃうんだよね、どうしてもですけど。これ引っかかっちゃうんだよ、どうしても引っかかっちゃうんだよね、これだとね。どうしてもうまくいかないんだよな。こっちの方が早いな。どうやったら使える？岡村さん。ウェットだと厳しいよね。それ70%ね。70%使いたいな、減らすのに。ウェットだと厳しいよね。70%より毛が固まってるから。やっぱドライしてドカーンって削った方が早いかもしんないな。先からしちゃってある人とかだったらいい。確かに名前カットアウトカラーだから。そうだね。もうあのベースカットだけでもう終わりにしちゃえばいいんだよね。変にこうセニング入れたりとかしないんだね。結局ほらドライでカットした後にさ、また仕上げでカットしたりとかするのと同じように二度手間になっちゃうじゃん。ドライでカットし始めてんだから別にさ、ブローした後にカットする必要はないんだけども、またなんかいろいろこう気になっちゃうじゃない。だったらもう初っ端からもうベースカットのみにしておいて、もうセニングはセニングでも全部ドライでみたいな感じじゃないと多分うまくいかないかな。時間かかっちゃうかなって。明かりちゃんと寝てる。フェニックスですね。ちょっと見てみたいね。フェニックス。一度も見たことないですよね。ないですかね。フェニックスね。バイクで行ってみてた。父が乗ってんのによくあるんですね。興味がないですね。あ、こっちじゃ乗れないので横に乗ってたら乗ってる。ここに乗ると思う。乗りますよ。あ、こっち
しても飲めます。ちょっとトライしていいですか。はい、いやこれはもう見せられない時間だ。もうダメだこれ、時間かかっちゃった。ちょっと後ろ、まだやった、なっちゃいました。なんかさっきコメント来てました。なんだって今やってる俺は調節の仕方を盗みたいと思っています。うん、ありがとうございます。ちょっと乾かしていきます。はい、感じ的にはしっかり感じる、うん、はい、そうですね、かっこいい感じ。はい、乾かしていきます。いきます。重量感あるよね。重量感あります。前はアイスか、結構重量感あるね。あんまりね、多い感じじゃないんだよね。そうなんだよね、割と素直な感じ。ちょっとやります。まずちょっとこれ最初にやれればよかったんですけど、ここをね、ここをちょっと、あ、ここじゃない、間違えた。ここをちょっと取ります。ここちょっと反対毛のところをちょっとこう削らせてもらうとシュッと収まる。切ったら任そうとしてます。そのことでショートでこうしばらく。そうですね。かっこいいよね。メンズとかでも結構有効かな。刈り上げない人だとこの内側を取っちゃうっていうのは、刈り上げない人でシュッと収めたい人は取っちゃった方が収まるんでしょうね、これ絶対に。
これもうハンドですね。フリーハンドで。そういう感じの場所にこう入れてくる感じ。で、くるところの毛先がちょっとうまく抜けなくなるので、抜けてくるところの毛先を。めっちゃいいよ。短くなりますよね。いや全然なるから横にはいらないです。ですよね。うん、2発で来てるから、で刈り上げも絶対逃げないですよ。絶対逃げないから。一気になくなるから。毛先だ。これでやっぱドライ完全にドライでドーンって入れちゃった方がいいかなと思うんだけど、軽くなりすぎちゃうよね。そうするとね。どうしてもいくら制御しても軽くなる。長く残したくない。そうだね。横に行った瞬間なくなっちゃうから、でこの時にこういうふうにこう最近は避けてあげて、ここの部分ですね、ここの部分を削ってあげると締まる、うん、これはメンズでいうところのボンのくぼのこう刈り上げがこうえぐれるところ、こういうふうになるところだと思うんだけど、単純に考えればこういうふうに刈り上がってるのをそのまま伸ばしてきたら同じ形になる。だから指で言うとこうじゃなくてこう、カットで言うとこうじゃなくてこうで切ると多分できると思う、最初から。で短い針がちょっと欲しくなってきてるんで、指導的に一度も使ったことがないですよ、短いハサミ。俺床屋出身なので、ここを削ったじゃないですか。そうすると分かる、違う、そうこれちょっとすごくないですか。そうなんですよ、こう避けて避けて、こうなんですか、こういう部分の上を削ってあげると締まる。まあそりゃそうだなとは思うんだけど、よく考えて、そうそう、ツーセクション的な感じをこう出しちゃう。で本人も結構こう締まりを望んでいたので、そういったことは吉見さんはあの、まあ、見たことあると思う、トン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 ヒルミトンって言ってるやつが、そうそうそう、それで多分その痛い、お母さん痛い、ここをね、こういうふうにこう削っちゃったと思って、ハサミで、こういうふうに、こういう感じで、こういう感じで取っちゃうんですよね。ちょっと俺怖くてできないんだけど。最後です。これはダメだな。全然時短になってねえよ、俺。ごめんなさい、本当にも。毛先を同じように同じバーでまず持ち上げて、ラインをまず消します。ラインを消して、これ耳の位置を非常に気をつけてください。やっちゃいますよ。もし僕がのぞみさんを傷つけると大変になります。僕の命がです。大変になります。耳の位置に気をつけてくださいね。吉井さんなんかで言うとこう身取っちゃうけど、こうやってこの全部取っちゃうけど、ちょっと潮崎的には怖い。
こうやってこう全部取っちゃうんですよ。ジョ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 って。もう確かに収まる。確かに収まるけれど。あとは大変よね。で、下ろして、上はそうでもないの。毛先削ってやるんですけど。ハロー YouTube は何人見てますか？今5です。見てるね、皆さん。あざっす。でこっちの方が必ず熱くなるんですよね、やっぱり。ライトサイドの方が必ず熱くなるので、あと篠崎的にはこうやってハイライトが入ってるところで結構避けちゃいますね、なんか感覚的に。こういうところとか、それって優しさじゃない？だってここ全部こう取ったらハイライトなくなるもんね、こうやって。どうも絶対避けるよね。これみんな同じなのかな。これいけないよね、これね。あ、もったいないってこと。隙間いっちゃう。ダメ、弱い男です。僕は弱い男です。僕は弱い男です。最初あんまり動くのかなと思ったら、そんなにあまり考えはなかった。でもね、ごねる人も、まあ、ごねられる人も好きです。意味わかんないですね。はい、大丈夫です。わざまま言うのも言われるのも好きです。変態と思ってください。よっしゃ、しょうがない。よし、みんなそう。職業柄。めっちゃ面白いんだよ。変態さがないとやっていけないでしょ。あ、いろんなところにね。いい意味でですよ。だってさ、こんなところにハサミをこうやって入れましょうなんて考えてるって変態でしょ。うちで一番カットの変態はね、このこいつなんですよ。あいつ変態です。
ちゃう、消えちゃうんじゃ分かんない。なんか誰か自分ので YouTube を開けてみればいいじゃない。ちっちゃいやつ見る。これ普通の X。はい。あんまり硬くない方がいいけど、多少硬くないとスタイリングができないっていう難しいところで。シェイプの回数が。手数を。中野製薬モデルかな、ちょっと。ジェル状の、はい、ジェル状の、シェイプ落としたい。シェイプの回数や手数を減らすために良いトレーニング方法はありますか。すいません、今日白が手数が多いです。私の手数が多すぎました、今日は。すいません、虹草を停止しました。私の手数が多いのは僕のせいです。シェイプを減らすのは、やっぱ限定した方がいいですよね。めちゃくちゃ YouTube から YouTube チャットでコメントじゃなくて限定した方がいいですね。そう、自分はもうフォーミングは2回だけとか、フォーミングは絶対2回以上しないとかっていうふうに限定した方がいいと思います。ごめんなさい。はい、全然。どうでしょうか、後ろを初対面いっすか。ちょっと大事ちょい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 、ここでやったら、ここの角度がここがすごくいいんですよね。撮ってないからね。そうです、そうです、締まり締まり、はい、で、耳かけた方がこういう感じのこう、軽い感じで出やすいです。ただ、下ろしてもごめんなさい、下ろしても相当軽くしてるんで、相当っていうのは多分美容師の感覚で言うともう毛ないっていう毛ない、毛ないって感じ、はいはい、下ろしてもこのぐらいです。あ、はい、で、さっき言ったこう青いのとかね、こう入るとそうですね。で、途中から耳にかけてもいいです。この辺からギュッと耳にかけて、耳をこう、あの相当は見れたらいいんですけど、おーってことか、そういう感じでもいいです、はいはい、分け目は基本的にあの、まあ、ジグザグでもいいし今みたいな感じでもいいけど、こう下ろすっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。やっぱこうかき上げるっていうイメージになると思うんで、はいはい、かき上げちゃって言ってます。で、今みたいにちょっと気持ち固めのものとか使っておけばほとんど多分降りてこない感じになると思うので、多分輪郭とも合ってるんで、はい、よろしいかと存じ上げます。お願いします。また見てねー。バイバイ。